こんにちは、クロウです。クロウの袋日記ホビー始めていきます。はい、今日はプラモデル組んでいきます。フレームトイズより発売の風雷模型モデルキットネメシスプライムです。こちらはフレームトイズさんのトランスフォーマープラモデルでおなじみの風雷模型シリーズの最新作ネメシスプライムです。最新作ではあるんですが、実はこれ一般販売されていない限定アイテムとなります。先月7月の23日から26日ぐらいまで、香港で開催されていた ACG というホビーイベントの中で限定発売された商品となります。今回もフレームトイズさんに商品を送っていただきましたので、組み立てレビューをやっていこうと思います。商品としては以前発売されたこちらの風雷模型シリーズオプティマスプライム G1 バージョンのリカラーアイテムですね。旧アニメ G1 アニメのオプティマスプライム、これのリカラー、まあいわゆるブラックコンボイですね。パッケージイラストも新たに書き下ろされてるのかな、ちょっと戦時中っぽい、トランスフォーマー関係ないちょっと地球の軍隊が関わってるっぽい感じのかっこいいイラストですね。この軍隊を指揮しているようなネメシスプライムとなります。裏側こんな感じですね。商品としてはもう全く単に色替えの商品ですかね。いわゆるブラックコンボイネメシスカラーに仕上がっています。クリアパーツなども赤くなっていますね。では早速行きましょう。はい、ランナーパーツ並べてみるとこんな感じです。大小合わせて14枚ありますね。パーツ自体はランナーはもうここにも書いてる通りオプティマスプライムと書かれているので、もう完全にオプティマスの色違いですね。ただ今回はですね、こんな感じで内部の胸の中の構造の部分がシルバーですでに塗装されていました。もう裏面も前面もしっかり全塗装されてますね。こういう塗装済みのパーツもあります。クリアカラーオレンジだったものが今回レッドに、そしてネメシスカラーと言われるこの青竹色の水色っぽいですね感じのパーツもすでにあります。シールはこのディセプティコンのインシグニアと胸のライトのシールのみとなっていますね。もう完全色分けとなっています。説明書がこちらですね。説明書ちょっとパッケージと違いますね。めちゃくちゃかっこいい。中身はこんな感じ。今回も英語表記ですねなっています。今回はもうランナーのまま、塗装していって、その後組み立てて最後に、汚し塗装などもやっていこうかなと思います。はい、ネメシスプライム完成しました。全体はこんな感じです。今回はランナー塗装から、ウェザリングまでですねじっくりやって、最後に、トップコートをしてつや消し加工をしています。どうでしょうか。こんな感じで仕上げてみました。顔はこういう風になっています。今回使った道具はまあいつも使っている道具なんですが、タミヤのウェザリングマスター B と D ですね。タ
にこの B を結構使いましたかね。今回は黒い機体、ブラックコンボイ、いわゆるオプティマスプライムのリカラーバージョン、ネメシスプライムだったので、このスノーって書いてる雪なんですけれども、雪じゃなくてこういう暗い機体にはちょっと埃っぽい感じ、足とか背面とかに結構重点的に使っていますが、こういうのが結構いいですね。あとはサビとかススも白いシルバーのところにはいいですし、この D のこっちは金属系によく使える青焼け、赤焼け、そしてオイルというような感じですけれども、これもまぶしてですね使いました。この青焼け赤焼け、ちょっと鉄の金属の赤サビ青サビっぽい、ちょっとそういう感じにもいい感じになってるかなと思います。あとはこれですね、ガンダムマーカーのリアルタッチマーカー、ブラウンとレッドですね。これは墨入れみたいな感じでこういうモルドっぽいところに使ったりして、後からティッシュとかで拭くような感じにしています。内部のこの胸パーツはすでに塗装済みだったんですが、これはまたさらにシルバーのこれですね、アーティストマーカーでシルバー塗ってちょっと輝きを強めにして、さらにまたウェザリングマスターで汚したというような感じになっています。じゃん、こんな感じで仕上げました。通常のオプティマスプライムと並べてみるとこんな感じです。オプティマスプライムはこれは素組みですね。未塗装。プラモデルキットをそのまま組み上げた状態です。もともとはこういう感じのテカテカした状態ですが、今回はちょっとですね、戦い抜いてきた感じ、歴戦の戦士を思わせるような感じで汚してみました。マットの質感ですね。ブラックバージョンということでも、かなり印象が変わっているかと思います。そしてちょっとこれをですね、これはもともとプラモデルキットで出ていたオプティマスプライム IDW バージョンを、組み立て、そして塗装まで仕上げた風雷アクションシリーズですね。風雷稼働シリーズのオプティマスプライムです。ちょっとここまで仕上げたかったですけど、やはりこちらはもうプロのお仕事なのですごいですね。やっぱり墨入れと、あとやっぱり金属の錆加工がすごいですね。こういうのはエアブラシとかなのかな、それともドライブラシでやってるのかな。かなり手の込んだものになっています。いろいろ塗装してみると表現も変わっていいですね。はい、それではじっくり見てきましたけれども、いかがでしたでしょうか。今回はイベント限定アイテムということで、フレームトゥージュさんよりフルライ模型シリーズモデルキットネメシスプライムが発売となりました。以前発売されたオプティマスプライムのリカラー商品、キット内容もですね、もう完全に色違いなだけとはなっていますが、パッケージイラストもですね、一新されてしっかりとネメシスプライムとして仕上がっていました。いつもは僕はですね、プラモデル素組みで組んで、キット内容をレビューという形でやっていましたが、せっかくなのでですね、今回は、しっかり塗装、ウェザリングまで仕上げて、劇中のですね、このパッケージイラストのようなですね、激戦の最中にいるような感じで仕上げてみました。いろいろですね、塗装などもして楽しめました。今回はイベント限定アイテムということで、ネメシスプライム今後入手はちょっとしづらい、できないかなとは思いますので、気になる方はですね、ネメシスプライムやってみたいという方はぜひ、すでに発売されているオプティマスプライムの方で、塗装、リカラーなどですね、チャレンジしてみて、楽しんでください。風雷模型シリーズ今後もですね、まもなくホットロディマスが発売ですかね、その後はウィンドブレードなどですね、続々発売予定決まっていますので、気になる方はですね、チェックしてみてください。すでに予約の方はですね、もう少し、お楽しみにですね、楽しみにお待ちください。
はい、それでは今日の動画は以上となります。この動画に関するご意見ご感想ぜひよろしくお願いします。皆さんからの感想お待ちしています。では今回もご視聴ありがとうございました。また次回もぜひご覧ください。クロウでした。さようなら。バイバーイ。また見てくださーい。